今回の動画を見ることであらゆる環境でスノーボードを楽しむことができるようになります。こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。私はレッスンプロとして活動させていただいた10年間とプロスノーボーダーとして過ごした20年間のノウハウを YouTube で公開することでスノーボードをより楽しんでもらえる人を増やしたいと思っています。さらにはスノーボーダー人口が増え、この業界が元気になると信じてスノボー先生の活動を始めさせていただきました。自分の大好きなスノーボードを楽しむための環境を守るためにも多くの人にスノーボードの魅力を伝えたいと思っています。実録レッスン動画ではタイトルの通り実際に開催したレッスンの内容をお見せさせていただいています。正直レッスン内容をそのままお伝えしていますので、このチャンネルを見るだけで上達できる人はレッスンに来る必要がなくなります。今回はフリーランの基本姿勢とパークの基本姿勢は違うというねテーマでお送りさせていただきます。この基本姿勢の違いが分かると適応能力が上がり、スノーボードがより上達します。なぜならこの基本姿勢の違いを理解していないと体の動きや力を最大限に発揮できないからです。逆に言えばこの違いが理解できればより効率的に体を動かすことができるため、楽にスノーボードを楽しむことができます。実際に自分の滑りを見てもらえると分かると思うのですが、全ての状況で同じ姿勢をとっていることはありません。その状況ややりたいことに合わせて臨機応変に変化していきます。基本はあくまでも基本、そこを基軸としてどうやって体を動かすのかを考えると、いろいろな状況に適応できるようになります。適応能力が上がれば山全体を楽しめるようになるので、いつでもどこでも楽しいスノーボードをすることができるようになります。それではレッスン動画をご覧ください、どうぞ。はい、では皆さんおはようございます。今日もよろしくお願いします。まず今日は丸1日、フリーランの、かかと側の、ね、ターンを集中して、いろいろな動きを、ねレッスンしていきたいと思います。よろしくお願いします。まず最初にちょっとお伝えしていきたいところがあって、それはですね、結構最近 YouTube の動画とかも見ていただいていると思うんですけども、フリーランの基本姿勢っていうのを、いろいろお伝えしてきました。その中でちょっと間違った認識持っている方もいらっしゃるので、そこをちょっと、一回伝えていきたいなと思っております。フリーランのまずこれしっかり覚えておいてほしいのが、フリーランの基本姿勢とあとパーク、ね、キッカー飛んだりとかハーフパイプ飛んだりとかする基本姿勢っていうのは違うって思ってください。別だよーっていう、そこはリンクしてるんですけど、もちろんいろいろな意味ではリンクはしてるんだけども、根本的な目的が違うので、フリーランの基本姿勢とパークでの基本姿勢というのはちょっと考え方が違うよ、そしてそれに伴って姿勢が違うよということを覚えておいてください。じゃあ何が違うのかっていうと、フリーランっていう基本姿勢というのは基本的にはあらゆる状況の中で雪面だったりだとか雪の状況だったりだとか、あとはどんな遊びをしたいのかみたいな感じで、いろんな状況に適応能力のある滑りがフリーランの基本姿勢につながります。じゃあそのパークだとかキッカーとかね、ハーフパイプとかで考える基本姿勢っていうのは何が目的かっていうと、飛ぶこと、技をやることですよね。なので根本的にゴールが違います。でそして雪面の状況を考えてもらえれば分かると思うんですけども、フリーランって考えた時は山を上から下まで滑っていくって考えたら、急斜面もあれば緩斜面もある、ね、パウダーのところもあればアイスバーンもある、ね、ボコボコがしたところがあったりだとか、あとはねそのちゃんと整備されたところがあったりとか、ね、いろんな場所があります。もうちょっと中でパークも入ることもあるとは思うんですよ。ただパークで遊ぶって考えた時に、基本的には人間がしっかりと整備された状況で遊ぶことが想定されます、ね、ジャンプするときもアプローチ助走をつけるところもすごい平らなところで滑っていってジャンプをしますよ、ね、ハーフパイプなんてもろそうですね。もう完全器ってしっかり整備されてる状況じゃないと、飛ぶことができないので、基本的には整備が参加されてますよ、その中でもね滑ってるうちに説明が荒れてきたとかそういうのが状況はあると思うんですけども、でも基本的にはそのジャンプ台を飛ぶ、ハーフパイプを飛ぶで空中で演技をするために何をしなくちゃいけないのか、一番効率をよくね基本性を取らなきゃいけないのかっていう考え方があるので、ゴールが全く変わってきます。
なので、あのそこが同じ、全部スノーボード、これ一緒みたいな風に考えちゃうと、またちょっと、なんか言ってること合わないなっていうのが出てきちゃうんで、そこはね、あの臨機応変に対応するようにしてあげてください。なので、あのちょっとまあ今話ちょっとずれちゃいますけど、例えばカービングの、あのテクニカル系の人だったりとか、スピード競技やったらアルペン系の人だったりとかいうのもまた細かく違ってきます。最終的なゴールが違ってきちゃうので、まあ、スピード競技だったらもうスピードを突き詰めるためっていう考えるので、パウダーでスピード競技やんないですよね。なんでパウダーに対応する必要がなかったりで、あそこだってちゃんと整備されてるバンでやるし、でテクニカル系も基本的には、まあ、そのテクニカル系の人がいろんなとこ滑んないっていうわけじゃないけども、そのテクニカルの競技をやる。考えた時に競技で対応する滑りっていうのをね、やっぱり極めていくと思うので、そういったバーンもある程度のバーン整備されている場所とか、そういうバーンで適応する滑り方っていうので、ある程度 その絞りがあって、その、技術をさ極めていくっていう感じになると思うので、だからそういったあの考え方とフリーランっていう、もっと自由ですよ、何でもやりましょう、何でも楽しましょうっていうのはそもそも違うんですよっていうのね、思ってもらえたらいいかと思います。で、ちょっと話に戻りますけども、じゃあフリーランの基本姿勢と、パークでの基本姿勢で、ね、どうした、どういう違いがあるかっていうと、まずはフリーランっていうのは、まあ、今までも伝えてきてると思うんですけど、膝、重心が体の中心もしくは板の中心よりも、はい、後ろ足側にオフセットずれてますよっていうのがまず一つになります、ね、そうすることであらゆる説明に、ね、対応できるようになってきます。じゃあパークはっていうと、パークの場合はできる限り中心、ジャンプをするときに中心にキープしておいた方が理にかなっています。これはなぜかというと、はい、重量上げ想像してみてください。ジャンプするときって上に飛びますよね。で、できる限り高く飛びたいですよね。そのときに一番体のマックス力を上下運動で使えるって考えたら、オフセットしてたら重量上げ、重たいの上げれないですよね。右足左足同時の荷重の方が安定して重たいものを持ち上げれる想像ってつくと思うんですよね。なので、あの基本的にはそういう高さを出すジャンプを考えると、両足均等に使えた方が飛びやすいです。もちろん技によって、あのちょっとその重心を変えたいとかっていう細かいのはあるんですけども、基本的にはパークでジャンプするぞって考えた時は中心になった方が、ね、上下運動というのは非常にやりやすくなってきます。そして次がねじれ。フリーランの場合は、はい、いろいろな情報を手に入れて視界を広くし、あとはターンの、ね、質を上げていくために、はい、なるべく進行方向に目線を向けていくために肩を開きます。腰をねじっていきます。ひねっていきます。そしてその状態で膝が入って、進行方向の視界を、ね、確保しながら、ね、情報をもっともっと収集しながら滑っていくっていうのが基本に、なってきます。しかしながら、じゃあパークはって考えたらどうした方がいいかというと、これも先ほどの、ね、重量上げのイメージですけど、ひねって上げないですよね。ひねって上げたらなんかどっかあっちこっち壊れるんじゃないかみたいな、ちょっと想像できると思うんで、ね、だからマックス、これもひねって上げようというと力が入んないです。なので基本的には踏み切る時のマックスの姿勢っていうのは、肩のラインと板のラインが平行の方がマックスで上に踏み切る力が生まれてきます。なので、まあ、技によって例えばスピンをする時も回しながら踏み切るっていう時は、ある程度踏み切ったところがこの平行のところが踏み切り終わりで、そこからまた次の技に結びつくという動きになってきます。では、グランドトリックも同じような考え方です。技によってもちろん動き方異なってくるんですけども、例えばシンプルなオーリーノーリーって考えた時は、進行方向にただ平らなところを滑っていって、上下運動を使ってマックスの力で飛んだ方が高さって生まれるような気がしてきますよね。なので腰をねじってわざわざオーリーしていく、ノーリーしていくっていうよりは、肩と板を平行のラインを意識しておいて、そこからノーリーをかけ、オーリーをかけにいくっていう方がパワーでですね、力を有効活用しやすくなってきます。まあ、その中で、じゃあ例えばノーリーでグランドトリックやってたら、まあ、回りたいですよね。前足軸で回りたいぞ考えた時も、実はこれね、同じようなところがポイントであります。どこかっていうと、まあ、ノーリースピンの場合はヒールサイドから入っていって、まあ、フリーランの姿勢から入っていきます。ここってじゃあフリーランの基本姿勢だよなってなります。アプローチはそうなんです。じゃあ踏み切る瞬間は肩と板が平行になったところがマックスのポイント。なのでそこの部分で踏み切る、でそこからまた回る動きになっている。まあ、これがどっちかといえばフリーランの基本姿勢と
先ほど言ったキッカーなどのジャンプをするぞって考えた時の基本姿勢が合わさってに、なってきます。でそういった部分をちゃんと理解してどこでどう使い分けるのかっていうのを臨機応変にそして適応能力を上げていくっていうのが滑りがちょっと必要かなと思います。ではちょっと今日はフリーランの、ね、基本姿勢っていう形なので一回フリーランの基本姿勢を、ね、見直してみたいと思います。ちょっとですねスタンスの幅ポンポンと変えてください。これね前も、もう動画で見た方もいらっしゃると思います。はい、今日初の方もいらっしゃるのでやっていきたいと思います。はい、まず膝をブーツのすねのターンの部分に頼ってギュッと曲げてきます。はい、これがねマックスかかとが浮かないところを意識してます。でなるべく上半身の体の軸が、はい、足のね中心に乗るようにバランスとってます。 OK ですね。はい、そして膝を内側に入れます。この時にねじったりしないようにねじると膝に負担かかるのでただただキュッと閉じるだけです。 OK、 そうで次が、はい、右足の膝これを点だと思ってください。この点を空中に固定したまま進行方向を見ながら前足の膝を伸ばしていきます。そうすると骨盤が旋回していきます。骨盤をぐーっと進行方向に向けるように意識してあげてください。そうそうそうですね。これで後ろ足に荷重かかってると思います。この状態で前足に荷重かかってるなと思ってる人います？大丈夫ですね。はい、この状態が後ろ足荷重にもうすでになってます。これだけ、ね、振り向くだけでなります。であとは後ろ足荷重になりすぎちゃうと前足が完全フリーになってコントロール性能なくなるのでその分を顎の位置でコントロールします。顎の位置を前に持っていけば、はい、前足に荷重乗るし顎の位置を後ろに持っていけば、はい、後ろ足荷重、ね、より強くなってくるのでこれ雪質によって変えましょう、ね。パウダースノーだったりだとか春のシャバ雪は、はい、より後ろ足に乗っておいた方が滑りやすくなっていきますし逆に先ほどねちょっと説明したその圧接板でしっかりグルーミングされてね、綺麗になってるよっていうところは前足荷重で乗ってもしっかりグリップ力得ることできるのでそれでも OK って感じになってきます。じゃあちょっとねせっかくなんで話の続きでじゃあパークでどうしてるのかっていうともう自然と自分のスタンス持ったらポーン膝曲げますこれね。で進行方向向くでこの時に肩が負担になった人は肩の部分を軽く開くぐらいで OK これぐらいです。これぐらいで両足荷重を均等に保って進行方向を向いてあげるようにしていきましょう、ね、パークで後ろから人来るの気にしなくていいですよ、ね、正直で説明ボコボコしてる気にしなくていいですよね。もうそこのキッカージャンプ飛ぶぞーって言ったらここのリップの1点を踏み切るんだっていうところだけ見れれば OK なのでそんなに時間もともと開く必要なくなってきますね。なので基本的にはそういった感じで考えてもらえるといいです。そしてパーデンタスポイント上げて、まあ、今日はフリーキッカーレスではないのでそこの姿勢を細かく作っていくことはしませんがそういった違いがあるということをそもそもね、覚えておいてください。はい、それです。で、実際次板吐きながら基本姿勢作る練習してみたいと思います。よろしくお願いします。今回のレッスン動画は以上となります。フリーランの基本姿勢とパークの基本姿勢は違うという、ね、テーマでお送りさせていただきました。フリーランとパーク、グラトリ、テクニカルカービングは根本的に目的やゴールが違います。その違いを理解してより効率的に体を使うことをイメージすると基本姿勢がなぜ違うのかが分かると思います。実際にハーフパイプでオリンピックに出場した選手と話をした時にオリンピックが終わってメインの活動をバックカントリーに移してから基本姿勢や体の使い方も変わりハーフパイプで以前のような、ね、高さを出すことができなくなったとの話を聞いたことがあります。自分が何をメインに楽しみたいのかを明確にして基本姿勢を作っていくとよりスノーボードが楽しくなっていくかと思います。難しいテクニックは基礎力の土台の上に成り立っています。基礎力を上げることでいろいろな状況に適応できる能力を磨くことができます。スノーボードを楽しみたいと、ね、思っている方はぜひ基礎力を、ね、上げることをイメージして練習に取り組んでください。以上となります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。10万人目指して頑張っております。スノーボードは上達をすれば遊びの幅が広がりさらに楽しくなっていきます。そんなスノーボードを通して笑顔になっていく人を増やしていく活動をぜひ応援よろしくお願いいたします。この動画が参考になったと思っていただけた方はいいね高評価よろしくお願いいたします。質問のある方はコメント欄に書き込みよろしくお願いいたします。シーズンに入ってしまいコメント返しが追いついておりません。申し訳ございません。本業のレッスンが優先となりますので返信には、ね、時間がかかってしまうことをご理解いただければと思います。
ゲレンデでのレッスンにも遊びに来てください。生徒さんも楽しみながら上達を目指していますので、札幌近郊の方や北海道に遊びに来た方はぜひご参加ください。プライベートレッスンも受け付けておりますので、日程などご相談いただければと思います。北海道までは遠くて来れないという人は動画レッスンをやっておりますので、そちらをご利用ください。詳細は動画説明欄にリンクを貼っておきますのでご確認ください。今回の動画は以上となります。長い時間最後までご覧いただき本当にありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健二でした。